まだまだこれからなのじゃ。ここまで来りゃ安心だ。世話になりやした。今の式はかのごとき者、行きたくば何故あらがわぬ。カズノス、ことごとく討ち取れ。討ち死に。信長様、それはあまりにむごい。最下級の棟梁を討ち取れ。こたびの戦、信長様のなさりようはあまりに苛烈。しかし信長様を信じなければ、最下孫一を斬る。お嬢ちゃん、で俺を最下孫一と知って戦おうってのかい。孫でも孫でも父上の敵ならば戦うのじゃ。お前も見たろ、血も涙もねえ信長の勝負よ。よ、でも父上は違うのじゃ。お優しいのじゃ。必ず償わせてやる。引け。撃て撃て撃て。毛利の船を明けに染めよ。橋をかけろ。行くぞ。かかれ。信長様、信じなければ。なんだか辛そうなのじゃ。光秀はその優しさゆえに苦しんでいる。信長の意志する未来と己の理想の狭間でな。この楽しき宴、楽しめるなら楽にしてやる。小さな犠牲者を救う。またなのじゃ。さあ、次なのじゃ。さような優しくない断り、わらわにはわからぬ。魂の友、それは志をなすため支え合い、命すら捨てられる絆。なんだか恥ずかしいな。悪くないのじゃ。戦況を覆すには受けて立つしかないか。開門進め。Oh!
信長のもとで戦なき地平は訪れない。そう確信した光秀は本能寺で信長を討った。本能寺の変を知った羽柴秀吉は西国攻略を中断。敵討ちの旗を掲げ、驚くべき速さで明智軍に迫ってきた。羽柴軍は明智軍の2倍以上。このまま戦っては敗北必至である。頼みの綱は細川忠興の援軍、ガラシャの夫である忠興は援軍を出す手はずになっていた。ガラシャは忠興を信じ、光秀と共に戦場に立った。しかし忠興が到着しないまま合戦の火蓋が切られる。教えよ、信長様を討ったのにまだ乱世は終わらぬのか。第2話、山崎の戦い。世の断りは難しいのじゃ。私は信長様を殺してしまった。信長様がないのに私はどう生きればよいのか。いや、私は進まなかったらな。あの方のためにも。我々は東の関を行き、南より敵本陣へ迫りましょう。足場の大軍に当たるには我らは兵が乏しい。細川の援軍が来るまで耐えましょう。作兵の援軍に期待して裏切られたらどうする。いや、裏は必ず来てくれるのじゃ。今ならまだ戦況を覆せ。俺は天王山へ向かう。進め。大人の喧嘩にガキが出てくんじゃねえ。開門。くそ、このガキっぽね。つが俺かっこ悪い。父上、信長様を討ったのに
戦は終わらぬのか。乱世の功は容易に断ち切れるものではありません。それが世の断りというものか。厳しいよ。援軍が来るまで粘るのだ。